今ちょっと緊急で撮っております。ちょっと前に挙げた、パワハラについてという動画の中で一部ちょっと使用できない映像というかね、使用ちょっといろいろなパワハラについて、まあやったんだけれども、ちょっと昨今ツイッターの方で、ちょっと話題になっていた空手のね稽古の模様というものが、これがどういういかなるものだろうかっていうことが各界かなりざわついてる状況で、今回あのご本人様の方に、了承を得て、いろいろな問題と絡めて、出すっていう形だったんですけれども、ちょっとねあまりにも騒動が大きくなりすぎてしまって、本人様たちが望んでない形になりかねないことに今動いてて、まあちょっとね、今動画上げたばっかりでご本人様からこういった内容になりましたっていう動画見てくださいって言ったら、ちょうどねそのタイミング、ちょっと前、本当に入れ違いっていうかね、にそういった連絡、ちょっと要は道場習ってる息子さんがちょっとちょっとって多いな、あまりにも強い打撃とかそのいうものを受けていて、これって、どういうもんなんですかねっていう話だったんだけれども、それをねまあそのご本人様から今緊急で連絡したのが、その道場主を別に罰しようと思ってたわけじゃないんだけれども、そういう方向性に向かってしまいそうな動きが今あって、で、それだと本意ではないということで、動画の内容的にはすごいありがたいんですけれども、これ以上騒ぎが大きくなってしまうことっていうことも考えると、ということで、今回は動画の方をね一旦見送らさせていただいて、パワハラについてはね、今回いろいろ調べたものもあったりとか、あと僕のね、過去の経験だったりとかということを踏まえて、やるのが警察、はい、自衛隊、消防、はい、でスポーツ界、はい、についてのパワハラについては、最後の部分、そのご取得の部分のその今回問題、ツイッターの方で今問題になってるやつは省いて、改めて明日でも動画アップしますんで、ちょっとすみません緊急なんですけれども、何人かもう再生回数ついてしまっていて、他の方からねちょっと何件か、あれ動画消えたけど、どうし見てる最中消えちゃったけどどうしたのみたいな連絡をちょっといただいてしまったので、緊急的にちょっと動画を出させていただきました。明日また改めてそのパワハラ問題については動画を出しますので、そちらの方をねまたみんなの問題定義として考えていきたいものもいっぱいありますので、よろしくお願いいたします。以上、サッショートでした。